皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日もドクターフーオーディオコメンタリーの動画です。今回は第5回の後編ですね。シーズン9第2話、魔女使いの友、これを、ゲストのマヤさんと一緒に見ました。まあ、前回に引き続き、見ながらいろんなドクターフーのトークをしておりますので、ぜひ同時再生しながら僕らの話聞いていただけたらなと思っております。それでは早速、ドクターフーシーズン9第2話、魔女使いの友オーディオコメンタリー、ぜひお聞きください。どうぞ。じゃあ次がシーズン何でしょう。シーズン9エピソード3。あ、そっか、アマゾンプライムだとクリスマスエピソードを第1話にしてるんでした。あ、そうだ。あ、本当だ。エピソードじゃない、エピソード第2話、エピソード3って書いてあるけど下に第2話って書いてありました。そうそうそう、ティムさんもそれ最初混乱してた。紛らわしい紛らわしい。そう、魔法使いの友、ザ・ウィッチズ・ファミリー、行きましょうか。行きますか。じゃあこれでもう多分再生ボタン押せば行けます。55分になったら行きましょうか。はーい。来た来た、僕も来ました。前回まではそう、ダブロス、チビのダブロス、チビダブっていうのが前回のハイライト。違うか。ハイライトなんだろう。ハイライトなんだろう。ハイライト、でもなんか最後がクリファンガーすぎて、もはや前の記憶があまりないな。でも、チビダブを殺すのか否か、ドクターが、みたいなところですね。そうですね。おっと、目が回っている。クララ、逆さまクララ。ママなんだ。お、4代目。そう、ダブロスと最初に出会ったのも、その4代目ドクターでしたね、確か。だからそのダーレク誕生のあれを阻止しようとして、タイムロードがドクターを昔のスカロに送り込んだみたいな。なるほど。それが最初のダブロス回でしたね。5678910112だから7代を経て、ダブロスの、ダブロス誕生秘話っていうか、少年だったダブロス救っただけで、なんで闇落ちしたかわかんないですもんね。あ、そこまではいかないです、わかんないですね。そうそう、4代目ドクターのジェネシス・オブ・ザ・ダーレクス、ダーレクの誕生っていうのでダブロスが発動しました。ちょっとここマトリックス感ありますよね。ああ、さっきのやつですね。さっきのやつ。あ、なんだっけ、ヘブンセントかなんかでもそうですけど、はい、このドクターが一瞬にしてその物事を解決しようとする、はい、そのプロセスを想像してるのが、はい、本当瞬時に想像してるからすごいですよ、このわずかな時間で。あれは危機だから考えつくのか、まあドクターがすごいんでしょうな。だこの今のテレポートのシーンも、こんな絶対普通の人間だったらもう終わってます。終わってます、終わってます。お、Kさん、ネッシーの写真あげてくれた。お、お、
ってたより大きいな。結構なサイズだな。ゴジラかな。ゴジラ。ゴジラ VS ネッシーとか。うん。ありそうっす。逆に意気投合しちゃいそうですけどね。え、思っていたよりネッシー大きい。そうっすね。そしてなんかあの旧シリーズ特有の敵のエイリアンとかモンスターがちょっと気持ち悪いみたいな。謎のちょっと黒さが。確かに、ちょっと新シリーズ可愛いかもしれない、言われてみたら。そうですね。うん、確かに、あまり子供番組という自覚がない、うん、作画が。やっぱ旧シリーズって本当にその人がバタバタ死ぬっていうイメージがあるから。ああ、それもちょっと相まって。再開するにあたり、なんか、そういうとこあったんでしょうね、きっと。もうちょっとお手は柔らかにお願いします、みたいな。ああ、あったかもしれないですね。ね、子供が見るんで、っていう。うん。だビジュアルはそれやってるかもしれないですけど、うん、でも多分あくまでストーリーは過去のファンも戻れるように、その、ドクターとローズの恋愛要素とか入れたりとか。そうですね、変えれるところを変えたのかもしれないです、うん、このオープニングに入る前のミッシーとクララがかわいい。いやだからルンルンピクニック会なんですよ、ルンルンこれは。いくら認知が歪んでると言われようと、これはルンルンピクニック会なんです。確かにそうですね。でもなんかあの枝を削ってなんか武器にしているのはちょっと笑いましたけどね。ソニックに比べだいぶ落ちてるなっていう。うん、ソニックを振り回すドクターと小枝を振り回すマスター、うん、マスターじゃないか。ミッシー。ミッシー。あの傘のソニックはシーズン10からですよね、あのミッシーが使ってた。そうですね、そうですね、うん、ダブロス。あ、ちなみにさっき言ったダブロス初登場回は日本語吹き替えあります。おー、っていうか日本語で吹き替えで放送されてたみたいです。昔 YouTube でそのエピソードの切り抜きがあったんです。サラ・ジェーンとかもその時の吹き替えの人とシーズン2の新しい方のサラ・ジェーンの吹き替えの人も同じ人なんです。おお、なかなかないですよね。うん、だか細かいところちゃんと統一してくれてるんですけど、日本での知名度低すぎ。なんで面白いよ見て。でもなんかスタートレック、スターウォーズ、マーベルユニバースファンは割と相関性高そうな、ハマりそうな気がしてるんですけどね。うん。まあだから本当 SF 好きな人だったら絶対ハマると思うんですけどね。大学の SF 好きな友達は結構ドクターフ気に入ってくれました。おお。なんかスターウォーズとかで言うとダーレクなんか、ちょっと似たようなロボットスターウォーズもいましたよねって誰とは言わないけどっていう感じって言ったら多分フービアンは誰かが先って言うんでしょうけど。うん、てかなんかあれなんだっけ、ドクターフーで使われたスーツかなんかをスターウォーズで登場したエイリアンに着せて出したってなんか聞いたことある。使います。そんなような話を聞いた気がします。いいのかそれは。使い回し、がっつりとした使い回し、分かりやすい、隠そうともしない使い回し。まあさすがに許可取ってると思いますけど。でさっきのドクターが乗ってた車椅子が多分ラジコンで動くやつ。ああ、なんか前 YouTube でメイキング見た時はラジコンのリモコンでその車椅子に完全にカパルディが入らなくて、あら、なんだろう、車椅子になんていうのかな、完全に座ってない状態で動き回ってましたね。あ、落とされた。うん、約6メートル落としたの、かわいそう。
やだ、もうミシやること雑だな、もう。タイムロードやること雑なんですよね。そうだ、ミッシーはその雑さと狂気さがあってちょっと怖いですね、やっぱり。雑さで言ったらドクターよりも雑ですね。うん。ちょっとでも絶対これピーター・カバルディ自身は楽しんでたでしょうね、これ。誰かに乗れるって、うん、いやもう多分長年のファンの夢だと思います。誰か私も乗りたいんですけど。ドクター風遊園地とかできたら、あのダーレクコーヒーカップとかやってほしいです。ああ、いいかもしんない。何分間、5分間ダーレク乗り放題。ああ。それいいな。あれなんかあの遊園地の、はい、あれあれ、なんかあのちっちゃい子が乗るミニのジェットコースターみたいな。はいはい、あります。あれ、ダーレクやって。楽しい。誰か作って。あとなんかあの昔のユニバにあったバック・トゥ・ザ・フューチャーのあのアトラクションみたいに。なんか乗り物に乗せて、あ、僕もあれ大好きでした。いいっすよね。あれの乗り物乗せて、なんか、サイバーキング倒すアトラクションとか、ああ、いけそう。いいですね。やりたいな。作ってくださいって言いたいけど、でもな、日本の知名度低いんだよな。いや、今の状態で、そんなドクター風専門遊園地作ったら赤字になるかもしれない。あー、溶けたダーリック気持ち悪い。うわ、でもなんかミッシーの口からチームワークという単語が聞こえてくるとは思わなかったです。うん、なんか怒れば怒るほどスコティッシュに拍車がかかっていて好きですね。おそう、ちょっと前にあの旧シリーズのダーレク登場の第1話見たんですけど、はい、このスカロの街の作り込みっていうか、はい、なんかあの よく特撮で出てくる街の模型みたいな感じで、あれはあれで好きだったんです。今は完全に CG だと思うんですけど。そうですよね、うん、多分昔はその街全体映すときは絶対にミニチュアで撮ってると思うんです。すごい作ってる人すごいですね、うん、ていうか作ったやつ欲しいです。家に飾りたい。確かに飾りたい。もったい、壊すのもったいないから。うん、オークションとかででも売ってんだろうな、きっと。どうなんすかね。eBay とか覗きますか。ダーレクのミニ、ダーレクじゃない、ダーレクシティのミニチュアって。てか、夏休みの宿題でダーレクシティのミニチュア作りましたか。どうすか。それいいですね。絶対この子フビアンじゃんってなりますよね。うん。まあ、先生が分からなくて、なんか、あった、そうか、そうか。独創的な街で終わっちゃうかも。ああ。ヘビー。わー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 、大変なことになってますね。ダーブです。あ、そっか、腕もないんだ、片方。ちょっとこれ、気持ち悪いですね。うん。なんかでもマスターもドクターもすごい、なんか、うん、なんだ、日本語で言うとなんだろう、マニピュラティブだから、言うことを聞かせるのがうまいっていうか。ああ、確かに。
なんていうのかな、すぐ言いくるめれるっていうか、うんうんうん、そんな感じあります、ね、そうです、そうです。有無を言わさない感じがね、うん、二人ともありますよね。あ、ドクターからのブローチ。低いな、ダーレクの声。うん。ブローチ強いな。風船に穴開けるかの感覚でやってますよ、今絶対。ダーレケニアムでしょっていう。あ、そっか、あれは使えないのか。なんだっけ、ポインターバイルだっけ、なんかあのダーレクのあのシールドみたいなやつ、あれはレーザー砲じゃなきゃダメなのかな。なんでないんだろう。あ、物理攻撃には弱いのか。かもしれないですね。なるほど。ミッシーすっごい楽しそうですね、これ。万が一でもミッシーにコンパニオンができたら、もう数秒ともたない気がします。いろんな意味で。そういえばミッシーのコミックがあったな。まだ見てないんですけど、コンパニオン出てくるのかな。私も買おうかどうしようか迷ってて、いやー、ミッシーのコンパニオンが務まる人類はそんなにいないんじゃないでしょうかね。確かに。そう、届いてるんですけど、まだ開けてないんですよ。おー、新ジェネレーションのコンパニオンで、ミッシーの、違う、うん、コンパニオンで、ミッシーのコンパニオンが務まりそうな人って誰だろう。クララはでもいけるってことですね、これ、今回、一応なんとか。クララは多分いけますね。ラローズ。ローズ。あ、ドンナーは意外と丸め込めそうな気がします。あー、ドンナーですね。いや、どうなんだろうな。喧嘩しちゃうかも。喧嘩しない。わかんないけど。マーサもいけそうかな。マーサもいけそうかな。ちょっと。マーサ。うん。カラドのマーサ。あと、ミッシーとジャックの絡み見てみたいな。いいですね。いい。どうなるかな。だから混乱しつつ反感ありつつちょっとでもなんか心の奥底では憎めないって思ってそう。うん。確かに。そのドロンドロンの中に入れと。ああ、この時のミッシーの表情。うん。撮影では実際に中に人入ってるらしいですね。あれ、マヤさん聞こえなくなっちゃったかな。閉じたかもしれない。オープン。あ、聞こえました。あ、よかった。やっぱ閉じると聞こえなくなります、ね。閉じるとダメ。気をつけます。閉じないように。そうなんだ、やっぱり。多分。うん。何だったかな、ダブロスもなんか一時期ダーレクの皇帝やってた時もあったって。おお。ダブロスの英語はすごく聞き取りやすいけど、今すごい弱ってて聞き取りにくいな。もっと大きな声で喋ってくださいおじいちゃんって。なあ、確かにおじいちゃん、おじいちゃん死にそうなところ申し訳ないけどおじいちゃん。あ、ダブロスが肯定したのはあれだ、さっき言った7代目ドクターのエピソードだ。リメンバーオブザダーレックスって
へー、この時の皇帝は実はダブロスだったって書いてある。おじいちゃんバーサスおじいちゃんだ。ピーター・カパリでもそんなでもない、50とか当時。ああどうなんだろう。ピーター・カパルディ。おいくつ ?2015。今年 60? 今年63か。ああ、もう63か。ってことは、2015年は7年前だから、57とか。ああ、そうですね。56、57ぐらいですか。16人。もうちょっとで誕生日じゃん。おお、あ、そうだ。ピーター・カパルディ4月14日。Really? 去年、そういえば、なんか、何したんだろう。あー、コスチューム着て、でもまだその時ソニック持ってなかったから、ぽいポーズを撮って、ハッピーバースデーっていう投稿をしたんだな、多分。あ、そうなんですか。今年もなんかやろう。そうですね。ハロウィーンの日に、フービアンで集まってなんかやりたいですね。ああ、いいですね。いいな。プチコミコンじゃないけど。うん、うん。やりたい。やりたいですね。さて、どの代がのドクターがたくさん一番集まるか。ああ。でも誰だったかな。10代目ドクターと同じスーツ買いましたって人なんか見た気がする、ね。おお。新シリーズで一番やりにくそうなのは、13代目かな。あれはない。13代目。あれはない。難しいな、うん。似たようなものはできるけど。でも、ドクター風で一番コスプレしやすいのって、シムマスの、大統領じゃない、首相だった時の普通にもう黒のスーツに黒のネクタイしてたら、マスターのコスプレに一応なるっちゃなりますけど。なりますね。あの格好でレーザースクリュードライバー持ってたら。なります、なります。格好だけは真似できます。ただ、私服っぽいの、12代目なんかもう完全にそこら辺の私服ですもんね。12代目も確かにやれそうっちゃやれそうです。ただまあなんか知らないですけど、10代目もそうですけど、ドクターすっごい着込むんですよね。うん、ああ。なんでそんなにいっぱい着てるのってちょっと思うときある。うん、だ名古屋とかだと夏に、今知らないですけど、昔は夏にコスプレ大会かサミットかやってたから。夏だったらもう終わりですね。暑い。うん。結構重ね着してますよドクター。うーん、11代目も途中からベスト着て、上着もちょっと長めになってましたよ。シャツ着てベスト着て上着着てますからね。うん、うん、誰くん中入れられた。なんかでもこれだから最初のにクララが登場したスフレガールを想起させますよね。そうですね、あの時も、うん、ダーレ君なんてだから、うん、だからこのダーレ君の中に入れるっていうのはもうアトラクションであるならやりたい。ああ、いいですね。リアルだったらやりたくないやつ。なんか、そう、スカロシティ脱出ゲーム、インダーレクみたいな。このダーレクの、これ着て。着て、スカロシティから出るのがミッション。あ、それ面白いですね。ダーレクシティから出るのがミッション。あ、それ面白そう。で、同じダーレクに3回撃たれたら死ぬ。ゲームオーバーとか。それか、ミッシーがうろうろしてて、ミッシーに、刺されたらゲームオーバーとか。だからこの、ダーレクのビーム砲を避けるミッシーの、ギフとか結構出て、もう無限にミッシーが、
ビーム砲避けてるやつとかありました。ニッシーもな、ドレスの割に俊敏ですからね。うん。ミッシーも着替えませんよね、全然、なんか。そうですね。ずっと同じ紫のドレス着てる。うん。あ、なんだったかな、さっき言ったコミックの、コミック、なんかハテナマークのついてたかな、どうだったかな、なんかそういうのを見た気がする。ミッシーのドレスにハテナマークついてるやつ。かわいい。でもなんか、うん、ハテナマークか。ファッションとしてはどうなんだろうな。結構私全然ストーリー自体は見る気ないんですけど、Q シリーズのドクター見てて、うん、うん、マシになったんだね、ファッションセンスって思いましたもん。なんだそれはみたいな服が。どこで手に入れたみたいな。そしてなぜそれを選んだっていう。そう考えたら13代目は戻っちゃった感じですけどね。ああ、確かにちょっとファッションセンスとしてはまあ、なんていうか、うん、どこで、まあまあ、なぜそれ、ドクターらしいっちゃドクターらしいけど、なぜそれにしたんだっていう、うん、ああ、このくらいの声の高さの方がダーレク、私の中のダーレクはこれぐらい高音で喋ってますけど、うん、もしかしたらなんか演じ分けしてるのかもしれないですね、なんかこの声当ててる人も、うん、これぐらい高い声の方が可愛くて好きですね、うん、あ、ハテナマークのミッシーあったんで載せますね。お、ついでにコミックのリンク。いやー、買おうかどうしようか迷ってるんですけど、買っちゃいそうだな。ちなみに現段階でアマゾンの金額、ペーパーパック、ペーパーバッグ1782、はい、買えなくもないな。いや、でも絶対通勤途中で読んでたら、風味は丸出しのやつですね。いいと思いますよ。あの人毎朝ドクターフーのコミック見てる、間違いないって、今日こそ声かけるぞって言って、あの、すいませんって、もしかしてドクターフー大好きですかって。はい、即答。人生に1回ぐらいそういうイベント欲しいな。ハリーポッター割とマフラー巻いてる人とかいますけど、フービアは見たことないですね。異常に長いマフラーだったら、4代目ドクターかな、あれ。でもマフラーなんていっぱいあるしな。難しいな。なんだろう。ハリー・ポッターはあからさまだけど。そう。あとなんだろう。日常使えそうなドクター風。ないなぁ。なさそうだなぁ。まあ、あとはまあ、ジャックのロングジャケットとか、テンスドクターのジャケットとか。それもおしゃれな、ただのジャケットだからな。ないな。確かに。パッと見ってなるとなかなか難しいです。ちょ、普段使いできるグッズがないですよね。ドクター風ね。ソニックをバッグに忍ばせてある影にもいかないですもんね。何使うんだって感じ。それこそなんか IC カードと連帯とかできたら、普通に私全然恥ずかしげもなくソニックで改札通りますけどね。ああ。それか、あれですよ、サイキックペーパー。ああ。黒のパスケースに白の紙入れて。それこそ。あ、バレない。まだ確かに、サイキックペーパーの方がバレないですね。バレない。けどわかる人に、あれ、あの人白い紙表にしてスキャンしてるな。サイキックペーパーかな。それもやってたけど誰も何も言ってこなかった。ただのパスケースに見えてるんでしょうね、きっと。フーミヤ以外に、多分そうだと思う。
わざわざあの白い紙が見えるようにパカって開いてそっちの面でやってんのに誰も何も言わないんですよ細かい芸が細かすぎて通じないソニック IC 交通ソニックぜひ開発くださいやりたい毎朝改札でビーってやりたいですね。あ、本当だ、ハテナミッシー。あ、結構かわい、思ってたより大丈夫なデザインです。大丈夫なデザイン。大丈夫なデザイン。悲惨なことになってなかったですね。そうですね。まあ、これ自然なミッシーです。靴下の色違うの好きですね。あ、そこは見てなかった。かわいい。左右違う、黄色と青。これでも洗うとき、もう一片方がないってなるんだろうな。ああ、気がつかなくて。いいなぁ。ミッシーもなんかいろんな服着てほしいんですよね。何でも似合いそうだから。確かに。なんか丈が長いスカートっていうのだけ統一してれば何でも似合う気がする。うん。お。ダブルス泣いてるおじいちゃん、でもなんかギリギリまで演技か本当に死にそうなのか分かりませんでしたもん初見の時そうですね、演技だった時ちょっとやっぱりなって思った自分がでもなんかこの過去に前例じゃないですけど、あのローズが出会ったダレクとか日光浴びて喜んでたから、あ、今回もそういうパターンかなみたいな。むしろこの今ダブロスが涙流してるのは本当で、後でこのクララをダレクに閉じ込めたミッシーと戦うのかなって最初思った。そうだから本当にこれ誰がドクターの味方で敵かが全員グレーな感じなんで、うん、面白いですよね。ダブロスとミッシーと。そうですね。ミッシーなんか、ワンエピソードでコロコロその立ち位置を変えてもあまり不思議ではないですもんね。うん、彼女ならやりそうだ、二重スパイと。そうですね、確かに。うん、今気づきましたけどブローチ差し直したんだ、ダーレク差した後なのにってちょっと思いましたあのドロドロのやつ差した後のやつまだ使ってるんだと。あ、いや多分映ってないけど洗ってるみたいなちょっと拭いて、そう、拭いてハンカチとかで拭いてから汚ねって言いながら拭いてつけない。ああ言ってそう、ミシーイューって言って拭いてそう、うん、どんだけ汚くても捨てない。なぜならドクターからの贈り物。ああ、もう好きだな。ドクターのこと大好きだな、もう。すごい、なんか、頬杖ついてると、ふてくされてるただのおじいちゃんみたいですね、多分。確かに。そうだったのか。あ、でもこれ嘘だもんな。いやー、まあそうですね。もう僕らもこれが嘘だって分かってるから、もうそういう目で見ちゃうけど、うん、初見の時は、ちょっとやっぱ目元が熱くなる感覚で。ああ、すごい、ずっと最後まで、どっちだ、どっちだ、どっちだって思って。やっぱり演技かーっていう。こうやってなんかあの宿敵同士が歩み寄ろうとするところってなんか好きなのに、僕もドクターも見事に裏切られたいや私心の中にミッシーを飼っているので彼女が警告してましたね
こいつはあかんやつやでっていう、信用したらダメなやつや。冒頭でミッシーが言ってましたけど、罠に詳しい私が言ってるのよって。なんか11代目がリバーの腕直した時も思いましたけど、うん、ちょっと出しできるんだっていう、再生エネルギーっていう、うん、便利だなと思いました、これ。そうですね。っていうか、あのもう今でこそ誰も何も言わないけど、それこそリバーの腕直した時なんか、設定上はもう再生できないはずだったのに。ああ。でも、あの時はまだあれか、ウォードクターがまだいなかったから、ギリ、ギリギリ。ちょっとあやふやな点ですけど。確かに、なんでまだエネルギー残ってるねんって話ですよね。そうそう。まあもう12代目以降はもう、仲間からエネルギーもらったから、うん、ワンチャンまた12回再生できるか、もう無限にできるかのどっちかでしょうけど。確かに。この再生に関しては。まあ番組は続いてほしいんで、別に何も言わないですけど。うん。てか、なんで12回設定しちゃったのかちょっと疑問ですよね。なあ。まあでもやっぱ当時は、こんな60年も続くって多分思ってなかったでしょ。あ、そっちか。なるほど、そういうことなんです。だって実際、89年でしたっけ？ 7 代目ドクターで1回は、一旦止まってますから。うんうん、なるほどな。おお。この時の反応は確かにミッシーと同じでした。いや、これ怖いですよ。うん。全ダーレクから再生エネルギーが湧き上がってるのはちょっと怖いですね。そうですね。あ、そっか、ハイブリッドのなんか設定もありましたね。うん、忘れてました。私も今言われてから、あ、ダブルスありがとう思い出したって。結局ドクターは、ドクターとマスターは半分人間で半分タイムロールなんですかね。あー、なんかそのハイブリッドの候補説がいくつか出て終わりましたよね、あれ。うん、あのミーも一応、うん、あれもハイブリッドじゃないのか、ミーは。アシルダ。あれも、あ、そっか、あれはもう完全にハイブリッドですよね。人間と、あれなんか変なエイリアンのテクノロジー。あ、そう、エイリアンのテクノロジー。不死身になって。かと思いきやそうじゃなかったみたいな感じで、うん、なんかぼんやりとしたまま概念自体が忘れられてる感じが。うん、あれ、マスター、ドクターはマスターのことだったのかな？いやー、どうなんですかね。で、今もう、ドクターが、その、なんていうんですか、大昔からいるタイムロードの、元になった人みたいな感じになってるから。なってるから。意外とその辺はもう設定が、ふらついてるかもしれない。掘り下げるのめんどくさくなってみんな捨ててくれるのを待ってたりするかもしれないですね。あー。だ、それこそさっきのあのゴースト界の顔が半分に割れる人とか。ああ、あの人どうしてんだろう、どうしてんだろう。あの人もみんな忘れるの待ってるかもしれない。だからまあ良さげなタイミングがあったらひょっこり登場させるかですね。うん、確かに。ドクターフーそういうとこ便利だから。そうですね、タイムトラベルものだからこそできることだと。うん、ワープしました、タイムトラベルしてました、ボイドに隠れてましたとか。あ、何でもありです。やろうと思えばパラレルワールドからまた敵引っ張り出せますから。おう、ワン、あ、くるくるダーレクかわいいですね。混乱してくるくる回ってるダーレクちゃんかわいい。うん、シーズン4でもありましたね、確か。でジャックが蹴っ飛ばして、
なんか、みんなでダーレックを押してるシーンとかちょっと面白かったですもんね。ああ、確かに確かに。ロえいーズとや。サラ、ローズとサラで押してたんですけど、なんかそそう、れで。そうそうそう。えいや。慌てたダーレクちゃん、かわいいですね。いや、これもうまいですよね。なんか一瞬利用されてやべえみたいになってる、なってたけど、実は。ドクターが先手を打っていたと。そうそう。で、さりげないミッシーのダブロスの目つぶし。やってることが小学生なんですね。痛そうにしてないから、もしかしたらあれは飾りなのかもしええー、れない。違うかな。せっかくなんかよくわかんないダーレクの象徴みたいなのをせっかく入れたのに。クラです。ここでそのミッシーがクララは死んだって言うけど、これを分かって言ってるのか、わざと言ってるのか。でも多分ああ、わざと言ってるんですよ、多分。私分かって言ってると思ってました。それでドクターがクララごとダーレックを殺すのを見込んで言ってたと思ってます。だからこういうところがなんかやっぱいかれてるっていうか。ミッせっシーのかいいくところ。ね、そうそうそう、仲間っていうか、ドクターと協力して、うまいことやったと思ったら、こんなわけわかんないことやるから。どうなんだろうな。ちょっとクララに嫉妬してる面とかもあったのかな。あ、でもそうか。あなたは、なんか、老夫婦が連れてる犬と同じよとか言ってたから、そうでもないのかな。あ、もう楽しそうですもん。後ろで立ってる、ミッシー。顔が悪そうな顔してますもん。でも嫉妬心からこれやってるなら、なんかミッシーが歴代のコンパニオンを殺して回る話とかありそはい。ああ。う。 なんかそのもう狂気に満ちたミッシーみたいな、そういうワットイフはあってもいいか。出れた。ちょっと嫌だな。水漏れしてる誰かあんまり気持ちいいもんじゃないしね。水漏れ。おー、クレバー。
あ、ここで使うんだ。イエーイ。新しいですね。おう。おう。まあ、ミス死なないですね、これはね。まあまあまあ、もう、うまいこと逃げるだけ。嘘つけ、ドクターの真似したくせに。この遺言ダイヤルがあんなわけわからん使い方されると思わなかったです。確かに。それは遺言ダイヤルである必要はあったのかってちょっと見ながら思いましたもん。うん、あのエピソードって、モファットが書いたやつでしたっけ？でしたっけ？いや、なんか本当考えることが、いい意味でもう、おかしいみたいな。わかります。ヘブンセントでしたよね、あれ。ヘブンセント。試合好きなんですよね。なんか、ゴシックな感じがすごいいいなと思って。ちょっとやっぱカパルディの走り方面白いな。なんだっけ、お尻に火がついたペンギンみたいって言われてましたよね。なんだっけ、あのビルか、ビルに言われてた。ああ、なんかそれ見たかも。確かにすぎて笑うしかなかったです。的確な表現すぎ。あ、ヘブンセント、やっぱスティーブン・モハートって書いてあるんだ。ああ、クレイジーだな。クレイジー好きだけれども、うん、え、ドクター射的の能力高すぎる。It's complicated. 敵か味方かか答えられないな。いかにも12代目らしいですね。そうですね。でもここで手つないで歩いてるのは本物ですので、嘘はないから、うん、ここは好きだな。だからあそこでダブロスを殺さないっていう、てか見捨てないっていう選択は、そのダーレックの歴史を崩さないっていう、そうですね、なんか歴史を守ったっていう意味合いも含めて二重で熱いですよ、そういう意味合いと。確かに、敵と味方、敵と味方、敵っちゃ敵同士が手取り合った象徴的なシーンで、二重の意味があって好きです。そうですね。ああ、終わった。お、Kさん、お二人のコメントで楽しかったです。お疲れ様でした。やったー、お疲れ様です。いや、ありがとうございました。いや、でも意外といろいろ話しましたね。そうですね。結構ずっと喋ってましたね。集中して見てろやって、見てますけど。見てるけど、その見てる中で。そう。でも私結構、リウォッチしながら呟いてるときこんな感じなんですよね。うん、ここが好きだとか言って、呟いてるから全然1話終わるのに全然なんか、放映時間よりもだいぶ時間がかかるっていう。いや、でもそういうのが大事だと思いますよ、本当に。なんかそういう、でもここが見たいとか、このシーンが好きだっていうので割とリウォッチしてるんで。うん、そうですね、確かに。さあ、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じで
魔女使いの友マヤさんと一緒に見てきたわけですけど、まあ、結構そうですね、あのドラマ見ながらいろんな話しましたけど、まあ、本編の話もしつつ、まあ、そこから波及した他の話とかそういうのも含めて、やってましたけど、こうドクターフーをね同じエピソードを見てるんだけど話がどんどん他の方向にシフトしていくっていうのも、あのフービアンさんと一緒にドクターフーを見てる、一緒にドクターフーを見るっていう醍醐味だと思いますんで、あの非常に良かったなと思ってます。で一応この後も45分ぐらいかな、あのマヤさんと一緒に話をしてるんですけど、ここから先のマヤさんとの会話は、ラジオの枠でアップしようかなと思っておりますので、ナンバリングだと第12回かな、12回のラジオになりますので、ここから先の続きのトークはぜひそちらの方で聞いていただけたらなと思っております。で次のオーディオコメントなんですけど、ちょっとまだあの詳細詰めているところなんで、あの 100% そうなるかどうかは分かんないんですけど、一応今の僕の中の予定だと次は、ここに来てちょっとドクターフーのスピンオフを一個挟もうかなと思っております。前回の前編の最初の方でも言ったんですけど、あの K9 ですね、 K9 のスピンオフを第1話が YouTube で見れるので、それをみんなで見ながらお話できたらなと思ってますので、また詳細がまとまりましたら告知をさせていただきます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回のオーディオコメント、そして、この次のラジオの12回目、この次の第12回のラジオでお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。